どうぞ。はい、今日はアメリカ、せっかくに言うとミシガン州の好きなところ、恋しいことについて話したいと思います。私から見るとアメリカのいいところを紹介したいと思います。アメリカは広くて、州によって文化とかもいろいろ違うので、全国ではこれがあるかどうかとかわからないので、ミシガン州の好きなところについてかな。どここっちこっち、しゅんちゃん、もうちょっと待ってくれる？まずはミシガン州の秋。ミシガン州の秋はとっても楽しくて、いろんな行事とか飾りとか食べ物があって、私の大好きな季節です。アメリカの秋って言うとかぼちゃ、シナモン、リンゴとか、そういうイメージがします。ミシガン州では秋になるとここサイダーミルっていうところにいて、そこで、リンゴ狩り、リンゴジュース、シナモンのドーナツ、あと、かぼちゃ畑にいて、かぼちゃを自分で選んで、それ持って帰ってそれ持って帰って種を取って、調味料かけて焼いて食べて、めちゃくちゃ美味しくて、パンプキンパイを作ってたり、ジャコランタンを作ったり、もハロウィン過ごしたり、紅葉とかしてるので綺麗だし、トウモロコシ畑のところで迷路みたいな、遊びをしたり、スターバックスはパンプキンラテって言うんですけど、かぼちゃとシナモンの味のコーヒーがあるんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、楽しいすることがいっぱいある季節で、いつかミシガン州の秋をしゅんちゃんに見せてあげたいと思います。次は夏休みがめちゃくちゃ長い。小学生、中学生、高校生、大学生、みんな夏休みはだいたい6月の2週間で、7月と8月全部お休みで、それよりもっと長い学校もあって、で先生方もその休みが取れます。休みがいっぱい取りたいから先生になる人も行って、給料は低いんですけどね。アメリカでも普通の仕事してる人はそんなにいっぱい休み取ってはないんですけど、でも子供はいっぱい休みがあって、でそれで親がそれに合わせて、もう少なくとも夏いっぱい一緒にいられるので、ここはもう本当に先生はあまり休みがなくて、子供が休みなのに先生方が休みじゃないとか、その時が多いので、ゴールデンウィークでも休みじゃないので、それに部活とかあるので、だからしゅんちゃんが大きくなって、性格の休みに部活があるとか、そういうのが、ありがとう、そういうのがあるかもしれないので、アメリカの長い、夏休みがいいことだと思います。人間みんな年に何ヶ月も休みあった方がいいと思います。食べ物何でもあります。日本にはあまりないか、高いか、あと季節じゃないから買えないとか、チーズとかベリーとか、いろいろな、アメリカだったら安いものが、日本だとちょっと高くて、特に果物とかがここ高くて、あとマッシュルーム、なぜか日本のマッシュルームが高くて、私大好きなんですよ、大好きで、他のキノコ、舞茸とか椎茸とかも全部好きなんですけど、なんでこんなに高いんだろうって思って、あと日本にはないというかあまり見ないもの、シナモンロールとか柔らかいクッキー、アイスの味とか食べたいなって思う時があります。で次はレストランの種類が多くて、どんな国からでもいろんな料理が食べられて、私が大好きなのはタイ料理とメキシコ料理とアラビア料理っていうのかな、すごく食べたい時があって、私の近くにはないし高いし、アメリカに住んでたら毎週食べてると思うんですけど、あんまりここでは人気じゃないので、アメリカは国際的なところなので、ピンポンピンポン、アメリカにはいろんなエコじゃないけど便利なもの、ことがあります。セントラルエア、エアコンが部屋ずつの一つの機械じゃなくて、壁に穴が開いてて、で一つの機械からもう空気が
家中に。で、それでもう玄関も廊下もトイレ全部エアコンが効いていて、洗濯機は お湯で、あの、ノーション、お湯で服をきれいにしてるんですけど、日本はまあお風呂から取らないとお湯じゃないので、ちゃんと洗わないと髪の匂いしたりするし、必ずみんな乾燥機もあって、で、その乾燥機はもうコインロンドリーにあるものと一緒ですぐ乾くので便利ですよね。日本だったらベランダとかに干すので、もう結構時間がかかって、天気によってできない時もあるので便利じゃないんですよね。でも、まあ、服はこの方が、長持ちだしエコなので、オーブン、ドミノピザのサイズのピザ作れるし、もう何でも作れて、家もアパートも必ずこれがあって大量に料理ができて、それがないからクッキーとか作ってる時はもう少しずつ何回も入れたりしないといけないので、アメリカが広いので小さい家でもだいたい庭が結構広くて、だいたい芝生の庭で子供が楽しく遊べる、日本の雰囲気の庭もいいと思うんですけど、州によって違うんですけど、ミシガン州によく一軒家に地下の部屋があって、ずっと置いて大人みんな遊べる、本気で泳げるプール、自分の家にある人が結構いて、夏にはすごく楽しくて、私泳ぐのが大好きなので、あまり日本では見ないですよね、個人のプール。でもまあ全然エコじゃないし、いろんなケミカルとか入れないといけないし、それに素敵な和風の家にバーンと大きいプール置いたらちょっと可愛くないなって思うので、まあ日本にはない方がいいかもしれないですよね。でもやっぱり今毎日そういう自分の家のプールに泳げたらいいなって思う時もあります。ミシガン州だけじゃないんですけど、特にミシガン州では泳げる湖が多いことが大好きです。五大湖もそうなんですけど、五大湖じゃなくても湖がいっぱいあって、とっても綺麗で泳げて、私泳ぐのが大好きなんですけど、海が怖くて危険そうで、あまりに海に泳ぐ勇気が出せなくて、 Beautiful. It's so beautiful. 湖のビーチがある町もめちゃくちゃ可愛いし、自然がすごく綺麗なので、ミシガンの夏が大好きなんです。次はクラフトビール。日本にも最近見てるんですけど、いろんな面白い味のビール、あのアイスの味とかコーヒーの味とか辛いやつもあるし、アメリカでは自分でビール作ってもいいようになってます。日本ではしちゃダメっていうか、なんか微妙なんですけど、どっちかっていうとダメみたいですけど、アメリカだったら自由に作ってもいいようになってるので、私のいとこたちがいろんな面白い味のビール作ったりして、あまりアルコール飲まないんですけど、ビールが好きで、たまにだけなんですけど、いろんな面白いビールを試したりできるので、それすごく楽しいです。次はホタル、ウサギ、リス。日本にはいないわけじゃないんですけど、私はホタルまだ見たことがなくて、ミシガン州夏だったら、毎日庭にいて必ずホタルが出てきて、手で捕まえて光るの見て逃したりするのがもう私が大好きだった遊びで、なんかそれにめちゃくちゃ綺麗なので、もうホタルがあまり日本で見られないっていうか、そんなに多くないことにびっくりして、日本の神社とかその景色にすごく合うと思うので、自然にいるウサギ、ミシガン州にいたらもう毎日見ると思うんですけども、すごく多くてめっちゃくちゃ可愛い、本当に可愛い。でリス、こういうリスいっぱいいて、でなんか犬みたいな性格でめちゃくちゃ面白くて可愛くて、日本の方が猫が多いのでそれは嬉しいです。猫が大好きなので嫌われてるんですけどね。私はラトビア人のハーフで、
アメリカにいる時はラトビア人の家族とラトビア人の行事とかイベントとかあって、あの夏の祝いの祭りって感じのものがあって、クリスマスにラトビア語で歌を歌ったり、ラトビア料理食べたり、自分はアメリカに行くとラトビア人だねって、そういうアイデンティティの絆が強いって感じるんですけど、日本ではやっぱり私はただのラトビア語を喋れない、ラトビア語の名前を持っているアメリカ人なのであのアメリカだからこそそういうラトビア人としての行事したりするのができたかなって思います。その国際的なところもいいと思います。私はアメリカに住みたいと思ってないんですけど、やっぱり今はちょっといろんな理由で安全じゃないと思うんですけど、これから少しずつまた安全になったらアメリカに旅行するの、特にミシガン州おすすめです。で、来月はアメリカを出た理由、要するにアメリカの好きじゃないところについて話したいと思うので、その前にちゃんとアメリカのいいところを少し紹介したいと思ったのでこのビデオを作りました。ご視聴ありがとうございました。いつもありがとうございます。しゅんちゃん、バイ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 、え、ピンポンピンポン、あ、あ、しゅんちゃんだね、よバイバイ